ありがとうございます。あ、もう皆さんのお手元には配っているんですね。わかりました。ちょっと失礼して少し間もあるので、よろしいでしょうか。それではお忙しい中、会期 のもう終わりも近い時にこうして突然の呼びかけにお集まりいただいてありがとうございました。それでは短い会見になると思いますけれども、お話をさせていただきたいと思います。座って失礼します。今日ですね、今日といっても、4時半から5時の間だったでしょうか、国民民主党の平野幹事長のもとに、入党届を提出してまいりました。私が届けを持って行って、直接お持ちをさせていただきました。事前に相談のない、突然のお願いに上がったわけですけれども、幹事長からはですね、国民民主党は幅広く受け止める政党なので、手続きに図りたいというふうに言っていただきました。現段階では私の方から入党の希望を出して、それを預かっていただいているというのが状況になります。その国民民主党への入党を希望するに至った経過です。この通常国会の後半からは私自身は無所属の議員として活動してまいりました。AI 時代の人権保障とか、引き続き検察官の定年長問題、そして検察庁法の改正案の問題、また香港問題をきっかけに、対中政策を問題提起をして、IPAC という国際的な議会連盟にも日本側の共同議長として役職に就かせていただくなど、私なりに無所属の議員としての仕事の可能性というのを感じていた3ヶ月でもありました。他方でこうした一つ一つの政策課題に取り組みながら感じたのは、やはり個々の政策課題の土台となる新しい時代の国家像というか社会像を総合的なビジョンとして提示することが今求められているということを痛感をいたしました。これまで私がやってきた個々の課題についても共通の問題点が通奏低音で流れているというふうに思っています。先に申し上げたそれこそ AI 時代の人権保障も、21世紀の人権としてデータ基本権をしっかりと権利保障をしながらも、日本社会で AI 人材をきっちり育てて、その上で国境を越える巨大なプラットフォーマーと緊張をはらんだ協調関係をどう築いていくのか、グローバリズムのともすれば行き過ぎた状態と日本社会はどう向き合っていくのかという、こういった哲学の構築はもう時代の要請ですし、待ったなしの課題だというふうに思っています。検察官の定年長問題は途中から黒川氏の麻雀問題へと少し論点が矮小化されたんですけれども、この問題は決してその俗人的な適格性の問題ではなくって、日本社会の統治機構をやはりもう一度リバランスする必要があるということを象徴的に示した現象だったというふうにも思っています。あるいは先日この議員会館の中でも超党派の議員、そして当事者市民、あるいは英国や香港の議員をつなげながらイベントにも参加をさせていただきましたが、この問題は各国に対して国際社会における行動規範の明確化というのを突きつけている問題だと思いますし、日本もその例外ではないというふうに思って活動しています。こうしたことを考えると、新しい時代の人権保障のあり方、それを支える統治機構、そしてその背景となるべき国家像、社会像、これをしっかりと議論し、可視化していく必要があると思いますし、その重要なツールが私はこれまでお話ししてきたとおり憲法であるというふうに思っています。
というふうに思っていたところで、先週国民民主党の記者会見を拝見をいたしましたら、党の玉木雄一郎代表がウィズコロナの時代のあるべき国家像、社会像、具体的には憲法論や経済政策、これを精力的に進めて9月には取りまとめをしたいというようなお話をされていました。その発言、そしてそうしたその姿勢に私自身非常に強く共感をしました。今政治に必要とされているのは政局ではなくて前向きな議論と本質的なビジョンの提示だというふうに思っています。そしてもう一つ大事なのは、提示したビジョンをさらにいろんな方の議論にさらして、より良い改善の余地があれば変化させていくという柔軟性も今求められているというふうに思っています。時代にそぐわない古い政治文化を刷新して、時代が必要とする新しい政策議論、憲法議論の一助になれたらというふうに考えて、この度国民民主党に入党の申請をしてまいりました。微力ですけれども、これまで国会の内外でたくさんの方にいただいた知見を使わせていただいて、この新しいビジョンの提示と実現に役立てたらというふうに今考えております。以上が国民民主党の入党希望の理由と、そして今提出をしてきた現状のお知らせでした。私からお伝えしたいことはそのことです。もしあと皆様から質問などありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、共同通信の新井です。はい、今日平野幹事長宛てに入党届を提出されたということですけれども、この入党に対しては、国民民主党の玉木代表とは事前に何らかのお話をされたのかどうかということですけれども、玉木代表は2009年当選同期でもありますので、折に触れて政策的な意見交換はしていましたが、入党云々という話はもう平野幹事長に先ほど話したのが初めてです。すみません、金でそうすると、その平野幹事長がいつ連絡を取られて、今回、国になったんでしょうか。私の方で、ある意味突然に国民民主党の方にお邪魔をいたしまして、そしていらした幹事長に届けを出しました。入党という具体的な行動についてはそういうことになります。入党というような、具体的な話をしたのは今日平野幹事長にお話ししたのが最初です。他にございますか。はい、東京新聞の方の方もありますが、はい、そちら の決意表明 の文書もあるんですが、はい、今政治に必要とされているのは政局ではなく前向きな議論とビジョンとというところなんですけれども、今先生も最近までいらっしゃった立憲民主党とそのこれから入党を希望されている国民主党が合流協議今一旦止まっておりますけれども、していた経緯があって今もその話はなくなっていないと思うんですけれども、今後そのまた両党が一つになる可能性もある中で、そういった中でご自身はどのようになさっていくのかというお考えがあればというのが1点で、もう1点ありまして、コンビニ総合の代表もウィズコロナ の時代と政権とお示しになったかと思うんですけれども、同じ時代の時期に立憲民主党の枝野代表もポストコロナ の政権像というものを試案という形で公表されたと思います。そちらには何かこう共感したとかできなかったとかみたいな感想がありましたら、はい、最初のご質問なんですけれども、政党と政党の合流というような話は、それはそれで必要に応じて進める、あるいは意見交換をしていけばいいと思います。ただ一方でその合流話があることによって各政党 その政権構想とか、政策提示っていうものにブレーキがかかるようなことがあってはこれは本末転倒だと思いますので、私としてはその、政策提言、
政権構想というか、まあ、国家像社会像 の、 その、まあ、具現化というところで、まあ、魅力ですけれども役に立てればというふうに思っています。でそれは、まあ、後者のご質問にもつながるんですけれども、私、まあ、立憲民主党、まあ、離党して、まあ、3ヶ月ですので、その立憲民主党が提示した社会像について、まあ、ちょっと評価をするような立場でもないと思いますが、まあ、国民民主党 の、 その、まあ、玉木代表 の、まあ、提言というか、ただ多分この前の記者会見と合わせ聞いても、何かこう決め打ちということではなくって、まあ一定程度期間を区切って9月までというふうに、そこでまあしっかりと練り上げて見せたいというまあお話だというふうにまあ受け止めてますので、まあそこでまあ何か力になれたらというふうにも思っています。ただ少し予算委員会ですかね、で話されていたそのまあ行き過ぎたグローバリゼーションの見直し、あるいは行き過ぎた一極集中の見直し、あるいはやはりもっとこうその、個人が自立できるための、まあ、再分配政策ですね、格差の、まあ、行き過ぎを見直すというようなところは、まあ、私自身がずっと思ってきた、そのやっぱり国家の自立と、まあ、地域の自立と、そして個人の自立っていうものが、まあ、非常に必要だと思ってます。キーワードはまあ、このコロナで起きたことを見ても、まあ、分散と自立ということを、まあ、いかにこう具現化するかというふうに思ってますけれども、そしてその、まあ、大きな通奏低音として、やはりこの AI とビッグデータの時代に、まあ、どういう哲学を持って向き合うかということが流れているというようなその、まあ、捉え方ですね、そこの部分は共通点を感じました。じゃあ、順番にすいません、はいどうぞ、その後すいません。じゃあすいません、はい、NHK の佐久間と申します。すみません、立憲民主党と、まあ、この前まで所属されていたわけですが、今回国民民主党に入られるということ、入られるように入党届を出したということで、はい、この2つのせいと どっちがこう山本先生にとってですね、この国民民主党の方が良かったという判断、まあ比べて入ったというわけではないと思いますけれども、まあ、どのようにご自身の活躍ができると考えられて入党届を出したのかということが一つと、まあ、一方でですね、その国民民主党も立憲民主党というのは共同会派を組んでいて、それこそ山本先生がいる国会政治というのを一緒にやっているわけですよね、はい、で、まあ、2つの党は違うとはいえ、そういったところは非常に似通っている部分もあるわけで、そこに対してはどのようにお考えになっているのか、はい、ということを見て、まあ、象徴的な違いで言えば、やはり憲法の議論をまあしっかり前に進めていくというところは、まあ一つの象徴だろうというふうには思います。まあ、それぞれ政策 の、 まあ共通点、あるいはまあやや違うところもあるんだろうと思いますけれども、まあ、その土台の部分でまあ議論から逃げないということ、ポジティブなまあ建設的な議論を前に進めていくというような感覚、まあ、そこのところが、まあ、実際憲法審査会でまあそれぞれまあ発言をしてきたわけですけれども、まあ自分が多少なりとも役に立てる部分があるのかなということを感じました。あと後者のご質問何でしたっけ、同じ会派で国体政治っていう話でしたね、はい、まあ同じ会派で、いわばまあ国体というそのなんていう着ぐるみの中で、政治を動かしているという面では、まあ、同じ部分もあると思いますし、共通の問題点もおそらく持っているんだというふうに、まあ、私自身思います、まあ、ただ、玉木代表自身もこの前の会見でおっしゃってたように、まあ、ちょっと時代にそぐわないもう古い政治を刷新しようということはおっしゃってましたし、まあ、私が意味するところと全く同じかどうかは分かりませんけれども、まあ、その中に私自身はですね、まあ、やはりその民主的なその正当性を持たない会派という単位で政策 の、 国会運営のみならず、まあ、政策形成そのものがある程度こうちょっとこう歪められている部分があるという問題点は持っていますので、まあ、改めてまあ国民民主党にもし入れていただけた場合にはですね、そういった問題意識もきちっと党の中で提示していきたいというふうに思っています。完全に申し上げます、まあ、今、先生が提示されたです、ね、AI の人権ですとか、はい、そういったことをです、ね、国民民主党の中でしかできないことは、まあ、どういうところなのかなと、まあ、つまり立憲でもできるんじゃないかなってちょっと思ってしまうんですけど、議論自体ですね、そうやって国民民主党の中で具体的にそれをその先生の政治的な関心のことですね、うん、
議論を進めようとされていくのか、別にどの政党だからできないとか、どの政党だからこれができるという、まあ、なんかそんな機械的なことではないと思うんですけれども、まあ、やはりその、まあ、どちらかというと、まあ、若い世代、中堅の、まあ、世代の議員を中心に、あまりその永田町の文化にとらわれすぎずに、憲法の議論も含めて、やっぱり新しい時代の政策議論をどんどんしていこうよというようなことを、まあ、できることならやっていきたいなというふうに思いますし、まあ、立憲民主党の中では離党の会見の時にも申し上げたんですけれども、まあ、そういったその政治文化を、まあ、提示をして、みんなをこうご理解をいただいて、まあ、実現していくという道筋を私自身が作り上げることができなかったという思いがありますので、まあ、もしそういうことができたらいいなと思いますし、まあ、努力をしたいなというふうに思ってます。はい、すいません、どうぞ。今日ちょうどですね、その維新の会と、はい、そう、国民民主党の一部の方がですね、新しい国の形分権に行って、はい、まあ、その地方分権を中心とした勉強会を立ち上げたという話なんですけれども、うん、まあ、第三極の動きというふうに見ているメディアもあるわけなんですけれども、うん、こちらの勉強会にはご参加になるんですか？いや、参加してません。確か今日の4時からでしたよね。今3人で会見やってます。そうなんですね。そうなんですね。なんか一応会見がぶつかると よくないかなと思って、私5時半にもともと5時にしようと思ってたんですけれども、5時までかなと思って、で5時半ぐらいまでは会見とかされるかなと思って、先に決まっていたことだったので申し訳ないと思って5時半にずらしたんですけど、まだやってらっしゃるんですね。そしたらね、そうなんですか。なんかそうでしたか。それはなんかちょっと一応気遣いしたつもりが大変失礼したなというふうにちょっと今思ってるんですけれども、はい、その国民民主の一部がですね、はいはいはい、国民と立憲がいつまで経っても、うん、その合流しないもんだから、まあ維新の馬場さんの言葉を変えると、その愛しさは余って憎さは千倍だって言ってましたけど、どう考えても合流しないということで、まあ、維新が今アプローチしてきているというふうになったわけですけども、ね、この動きはどういうふうに見てらっしゃるのか、ご参加されないんですか？いや、私は紙はいただきましたけれども、まあ、その紙にはですね、まあ、地方分権の、まあ、あり方を考えるというようなことだったので、もしその背景にそういう政局的な思いがあるのかないのかも分かりませんし、まあ、その動きを作っている方と直接お話もしていないので、ちょっとそのことについては、まあ、正直言って分かりません。報道で、まあ、いろいろ分析されている以上のことも知りません。まあ、ただ今日参加しなかったっていうのは、別に今後するしないも別に決めているわけではないんですけれど、その地方分権ということでいうと、なんかかなりその文章が今回のコロナで首長さんの動きが素晴らしかったと、なのでもっと地方に権限を、まあ、譲っていくべきだっていうような内容の紙だと思ったんですね。で、まあ、私はさっき申し上げたように、本当に行き過ぎたグローバリゼーションも都市集中も見直すべきだと思ってますけれども、それは首長さんがあるとき素晴らしい動きをしたからということではなくって、まあ、いろんな首長さんがそれぞれに素晴らしい活動ができるように法制度仕組みを整えるということであって、まあ、何かこの今回のコロナで、それぞれの評価で一部の首長は素晴らしかったから地方分権というような話ではないんだろうと私自身は受け止めているので、ちょっと紙を見たときに、まあ、そこの部分はちょっと違うかなというふうに、まあ、思ったというのがまあ印象でした。ただ、まあ、そうやってその党派にこだわらずに共通できるテーマを見つけて、まあ、勉強を進めていって社会にこうビジョンを提示していくっていう動き自体は何者にもとらわれずやっていけばいいことだと思いますし、まあ、それが政局として受け止められるのか、中身のある政策活動として受け止められるのかは、そのオープンな議論の仕方とその出していくそのアウトカムの質だと思いますので、そうやっていろんな組み合わせで切磋琢磨していく行ったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっと順番にいきます。はい、すいません。朝日新聞の小泉と申します。先ほどのお話で流動という具体的な話をしたのは今日は初めてということですけれども、国民側からその流動のお誘いとかも聞いてなかったんですか？そんな流動の誘いとかないです。はい、はい、どうぞ。ファクターの宮島です。私先生官庁だった時すごい期待したんです。なってませんよ。なんかそ
時なった時、いやなってないですよ。いやなりそうになっただけでなってないです。だからあの時のことです、まあ、すごい期待したんです、ね、それで残念な結果になったんです、はい、それでもしかしたらあのこともきっかけでミスを瓦解した面もあったと思うんですよね、うん、まあ、そういうことも踏まえて、まあ、それはトランプかもしれないけどね、まあ、食材とは言わないけど、その民主党の継承団体である国民党に入るというのはね、私はある意味で一つの、ね、リスタートだと思うんです。その意味でこれからやっぱり国民党をね、もう一回立て直してやろうと、まあ古い言葉で山本さんには似合わないけどね、一から出直すというかな、その要するにその組織をね、まあ、自分のそのもちろん魔法持ちも素晴らしいと思いますけどね、何かやっぱり組織のためにね、やっぱり、やってやろうと、それで入るのかどうか、私はそこをやっぱり伺いたいんですけどね、もう一度ね、国民党というところに入る。まあ、あの一から出直すというよりは本当に微力ですけれども、まあ、少しずつ積み上げてきたものを何かあの政党という器で役に立つことができたらなという思いはあります。もうたかがたかあの10年で現役というか議員としてはもう10年足らずなんですけれども、うん、まあ、少しでも役に立てたらなという思いはあります。ただあんまり私一からご存知の通り一から出直すとかいう表現はピンときませんで、まあ、やっぱりそれはあのちゃんと積み上げてきたものを、きちっとその、 あの積み上げたままあのできるだけ放出をして、役に立てればなっていうようなあの気持ちです、はい、どちらかというとそうですね。だから、まあ、あとはその、まあ、国民民主党が、まあ、もちろんあの組織的に継承団体っていうのは、まあ、そういう面があるんだというふうに思いますが、むしろそれよりもあのこの前玉木さんのおっしゃってた、まあ、新しい政党を作るような気持ちで本当にあの基本政策からもう一回練り直してこの時代の社会像を示すというところにあの私はかけたいなというふうに思ってます。はい、すいません。はい、どうぞ。すいません、読売新聞の井戸と申します。お願いします。あのちょっと憲法についてお伺いしたいんですけど、はい、まあ、今国会も憲法議論について、まあ、どういうふうに振り返られるのかというところと、あの、まあ、今後やっぱり憲法についてどういうふうに関わってきて、まあ、かなり積極的な姿勢を示されていると思うんですけども、そのあたりの意気込みに、はい、そうですね、まあ、あのこの国会も、まあ、終盤憲法審査会が流会になりました。まあ、私はあのブログにも書きましたけれども、憲法審査会っていうのはまあ定期的に決めた日時には開かれるべきだと思うし、まあ、もしその予算委員会というような事情で開けないのであればきちっとあのお互い事前に調整をして日時をずらすというような工夫をして他の委員会と同じようにあのまあちゃんと開いていくということが大切だというふうに思います。まあ、なので国民民主党にまああの入ることがまああのできた場合にはですね、まあ、党の中でも、まあ、やはりあの何か憲法ということで役に立てればいいなというふうに思ってますし、それは議論を進めていくという意味でも、まあ、それに見合う中身をあの詰めていくという意味でもあのしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。まあ、明日閉会ですけれども、まあ、国会の、開いていない時でも、まあ、政党として仕事をする、議員として仕事をする、それは必ずしも選挙のための地元活動だけではなくって、やはりその政策を草の根で練り上げていくという、まあ、うん、姿を、まあ、可視化して見せることができたら、やっぱり国民の皆さんが少しでも納得していただけるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、はい、どうぞ。はい、先ほどですね、あの玉木代表のご家族があの姿勢について共感するとおっしゃっていましたが、一方でですね、国民民主党のです、ね、支持率が 1% 程度で、はい、とても国民から支持されているとは思えないんですけど、うん、この点についてどのように考えますか。そうですね、残念だと思いますね。なかなかやはり、まあ、皆さんにお伺いしたいぐらいなんですけど、やっぱり野党第二党というような立場で発信力を持つというのがすごく難しいことなんだなということは、まあ、ここ数ヶ月含めて旗から見ていてあの思いました。ただまあ私にできることがどこまであるか分かりませんけれども、それこそあの国会が閉じると大体まああのとりわけ野党はその政局メインの見え方になってしまうので、まあ、そういう文化を変えて、まあ、ちゃんとその政策をあの練り上げていく、それを例えばあの
ある程度のたたき台を作ったら、それをまあ全国キャラバンで示していくと同時に、そのネット上にもアップをして、そのさまざまな人からアクセスをもらって、より良い法案を練り上げていくというような、まあ台湾なんかではデジテックっていうことで、あのいくつもそのプラットフォームがあってですね、あの国民とその当事者と専門家議員がみんなでその政策を作り上げていくプラットフォームがあるわけですけれども、まあそういったものをあの日本でも根付かせていきたいなっていうふうに思ってます。そういうそのそういったその政策の取り組みの新しさで、少しでも国民の皆さんの、まあ、興味を持ってもらったり、なるほどと思ってもらえるような場面を作ることができたらというふうに思ってます。それが憲法という、まあ、あの一つの、まあ、ツールであってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、フジテレビの柴木と申します。先ほどの答えが一部重なるんですけど、あの入党をしたいと思われたタイミング、はい、あとあの先ほど憲法は象徴だとおっしゃったんですけど、憲法審査会なり憲法に対する立憲国民の立場の違いというのが入党したいと思われた決め手になったのかというのを聞かせてください。そうですね、あのまあ、本当に国民民主党に、まあ、入党して頑張ってみたいというきっかけは、まあ、先週の玉木代表の記者会見だったということはもうあの確かです。鮮明に覚えています。で、まあ、やっぱり憲法というのはもちろん人権保障の枠組みであるし、それを支えるための統治の枠組みなんですけれども、まあ、よく論点になりますけれども、合わせてやっぱりその国の国家像とか社会像をやっぱり示すものであっていいというふうに、まあ私は思っていますので、まあ、その国家像と社会像を各議員がどういうふうに考えているのか、各政党がどういうふうに考えているのかということをやっぱりその議論する、まあ、大きな器であり土台であり、その場の一つが憲法審査会だというふうに思ってます。なので、まあ、その憲法審査会を、まあ、きちっとその開いて、まあ、自由に意見交換をしていくということに前向きかどうかということは、その、まあ、政党の、その姿勢の、まあ、表れにもなるというふうにあの思っていますので、まあ、ぜひあの入党した場合にはですね、あのそういったその政策議論の象徴、新しいビジョンの議論の、まあ、一つのツールとしての、まあ、憲法議論というのを国会の中だけではなくって、外であるいはネット上であの前に進めていきたいなというふうに思ってます。はい、今回の入党を決められたのは、その国民民主党の既存の政策ですとか公約とかに共感したというよりかは、どっちかというとこれからの議論をするために、新しい政策を議論していくためにふさわしい組織だというふうにお考えになったということなんです。その中でとりわけやっぱり憲法をやりたいというぐらい一番強いんですか。そうですね、あのまあそのなんて言うんでしょう、うん、あのそれこそまあ同じ会派の中で、一定の方向性というのは、まあ、立憲と国民と、まあ、その他の、 あの政党でも共通点もあるんだと思いますけれども、まあ、私が期待するのはさらにその共通 の、 その大きな、まあ、方向性の中で、やっぱりその新しい時代に即した形で具体的なあの政策打ち出しをこれからできる政党だということが、まあ、一番あの大きな入党の理由かなというふうに思います。それもただただこれからの真っさらな状態からあの新しく決めていきますということではなくって、まあ、最初に申し上げたように、まあ、国民民主党の柱としておっしゃっているような、そのグローバリゼーションの行き過ぎ、 都会一極集中の行き過ぎ、そして、まあ、あの格差拡大の行き過ぎ、まあ、こういったものを見直しをして、それぞれその国家地域 個人の自立を支えていく、まあ、そのあのちょっとこう落とし込んだ具体像がまあ一致できたので、さらにそれをあの詰めて可視化をしていくという作業で役に立ちたいなというふうに思いました。一番やりたいのはやっぱり憲法、あの憲法って別にその憲法というその単体のテーマがあるわけではないと思うんですね。その国家の自立ということも、地域の自立ということも、個人の自立ということも、それはじゃあ人権にデータ基本権をどう書くのか、あるいはその地方自治の本旨にそのどうあの表すのか、そしてまたあるいは、まあ、よく言われるのは、まあ、9条ですけれども、まあ、9条も含めてその国家の自立ということを、まあ、どういうふうにこう打ち出していくのかっていう、それも全てそのあの憲法に関わることだと思いますので、何かこう憲法をやりたいということよりは、そういったその社会像をきちっと具体化していくツールとして憲法にこう落とし込んでいくことを
って、まあ、役に立てることもあるんじゃないかというふうに思っています。はい、またまあ、仮に国民民主党にリードされた場合、次の選挙というところでは、まあ、ご地元の方から続けるというような考えというのはいかがでしょうか。はい、最初のお話は、まあ、本当に私も4時半から5時にかけて入党 の、 届けを出すまで、まあ、ほとんど思いを話していなかったんですけれども、まあ、ちょっとそれと前後をして、まあ、選挙区の関連の、まあ、地方議員さんにはお話をさせていただきました。で、まあ、合わせて、まあ、今後ですけれども、まあ、これも、まあ、離党の時もというよりも、まあ、選挙の時から、まあ、ずっと申し上げていることで変わりないんですけれども、まあ、次の選挙をどのように戦うかということは、まあ、本当に私自身考えていないので、まあ、まだ任期があるわけですので、まあ、そこでしっかり仕事を全うした上で、まあ、次の選挙が来た時に、まあ、本当に私が国会議員としてさらに役立つ余地があるのであれば出ようと思いますし、そうじゃなければやめようと思いますし、まあ、それはずっと変わらない考え方です。はい、はい、あと、ごめんなさい、この、まあ、無所属でもですね、代議士、それなりに勉強会等に参加されたり、はい、意欲が高いと思いますので、活動はできてたかなと思うんですけれども、その無所属における、ちょっとやってて、無所属ではちょっとやっぱ難しいなと思ってた部分、うん、政党に入らないとできないと思う部分については考えられます。そうですね、やっぱりその個々の政策課題は、まあ、会派に残していただいたおかげもあって、その国会質問で、まあ、明らかにするとか、まあ、あるいはその香港の関係のイベントのように、まあ、超党派の議員に呼びかけてそれこそ署名を集めるなんかというときは、もしかしたら政党の看板を背負ってないからこそちょっと応じていただきやすかったのかなとかいう面も感じました。ただやっぱりさっき申し上げたように、やっぱりその国家像、社会像を示すということになると、これが山尾詩織の国家像です、社会像ですって言っても、これなかなか実現の可能性がないわけで、やっぱりそこに必要となってくるのは一つのやっぱり政党という、まあ、器だと思いましたし、まあ、そこにこう無理して何かこう合わせていくとか急いで入るっていうようなこともそんなに何か思っていたわけではないんですけれども、まあ、本当にさっき申し上げたように、まあ、やっぱりそのここから先、まあ、明日閉会になる、まあ、ほとんどこの野党の話というと政局の話になっていく、でも本当に必要とされる野党の役割はやっぱりその政権と、まあ、違う国家像をちゃんと出していくことが大切だろうと思ったときに、まあ、先週の玉木代表の、まあ、考え方と、まあ、私の中で一致する部分があって、こういった形を取らせてもらいたいなと思ったというのが、まあ、心の経過ですね。はい、よろしいでしょうか。はいはいはい、ありがとうございます。若干話変わるんですけど、その、まあ、今後東京都知事選もですね、今週公示されますけれども、来日としては、まあ、国民民主党さんは自主投票という形だったかと思うんですけれども、来日としてはなんかこうどなたかを支援しようとか、はい、今のところ全然ないですね。はい、よろしいでしょうか。あ、はい、どうぞ。中日新聞ですけれども、はい、ちょうど選挙、地元の活動、まあ、選挙のための活動ではなくてというような話もありましたけれども、今回はその国民に入るということをきっかけにですね、その地元との関わり方の考え方とかですね、行動というのが何か変化する可能性というのはあるのかどうかという、うん、まあ、これまでどういう考えで、地元との関わりというのを考えてこられたのか、それが今回のことで何か変わるのかということを。変わらないと思います。ただ、まあ、先ほど申し上げたように、そういうその、まあ、政党に、ね、入党することを希望するわけですから、まあ、その選挙区 の、 その地方議員の方にはね、その、まあ、思いは伝えて、まあ、活動の、その、なんていうのかな、その
ちょっと共通の地盤みたいなもなぜ私が入りたいと思って何をしたいと思ってるのかということは分かっていただきたいと思って連絡をしましたし、まあ、あの短時間だったので、ちょっと引き続き、まあ、しっかりお話をしてあの、まあ、一定の共通の考え方を、まあ、あの分かち合えていけたらいいかなというふうに思ってます。でまあ、そういうその地元との関わり方もまあ何も変わらないので、まあ、ただやはりその、無所属で選んでいただいた私がまあ立憲民主党に入り、まあ、今度辞めた後、まあ国民民主党に入るという、まあ、その経過のところは、まあ、あのしっかり地元の方にもあのお伝えをしなきゃいけないなと思いますので、まあ、もちろんあのネット上でもあのお伝えをしていきますけれどもまた別の形でもあの まあ、いろんな質問とかに答えていきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。あのまあ、今回、もともと同じ会派だったら立憲に行って無所属、離党して無所属になって、そしてまた同じ会派の国民に行くということで、立憲の幹部の方や執行の方には何らかの説明とかされるご予定というのはありますか？まあ、人事を切るというんですかね、そういうのはございますか？ですね、まああのまあ、事前にあの国民民主党にあの入党 の希望をあの出しましたと。いうことはあのお伝えはしましたけれどもあの、まあ、それ以上でもそれ以下でもないという感じですね。はい、福山幹事長にお伝えします。そうです。はい、よろしいでしょうか。はい、すいません、突然の呼びかけに来ていただいてありがとうございます。